やばすぎやろ。あれなんですよね。気がついたら関東弁になってるみたいな。関西の人は関東弁って言うんですよ。これあのマジで関西の人は関東弁って言うんですよ。なぜかっていうと別にお前らが標準じゃないやろうって。だから要はあれよね、広島の人がお好み焼きのことを広島焼きって言わないみたいな。広島の人は広島風お好み焼きと大阪風お好み焼きって言うんですよね。あれと一緒。関西っていろんなところと見合ってるんだ。例えば大阪の人はさ、なんか大阪って第二の都市大阪やからみたいなことを結構やっぱ言う傾向にあるよな。別に第二の都市神奈川ちゃうと思うけど。京都の人間が何大阪語ってるんや。京都の人間やからこそ第三者見てんで、大阪の人の話が奇跡んだよね。見壊れてると思ってる。滋賀県民に琵琶湖の水止めたろかって言われるって本当。ああ、言われる言われる。言われたことある。この地域芸の話を、まあ、私立とかに行くと、あの、いろんな地域のやつが来るのよ。いろんな地域のやつが来るから、まあ、冗談やけど、もちろん。そう、本気で言ってるわけじゃないけど、冗談で、滋賀県なんもないやん、みたいなこと言ったら、お前何言ってんねん、琵琶湖の水止めたろかって言われるね。謎案件始まったし、W 立花のやつはたまに京都人のフリする。わかる。滋賀県の人は京都の人のふりする。わかる、それめっちゃわかる。奈良は鹿しかいないじゃんって言ったら怒られた。奈良はね、鹿しかないことないんですよ。日本で一番寺院仏閣が多い場所って京都だっていう風にみんな思いがちだけど、実は奈良なんですよね。だから奈良が一番寺院仏閣多いです。だから何やねん話はあんねんけど、東京人だから聞いてるだけでおもろい W。あの、これもそう、琵琶湖の水止めたろかって言ってるんやけど、琵琶湖の水管理してる会社京都にあるんだよ、本社。そうなんですよ。だから、琵琶湖の水止めれないんですよ、そもそも。滋賀県。あの、別に、滋賀県と京都は隷属関係にないから。勘違いしてるかもしれないけど、別に滋賀県と京都は隷属関係にないですからね。まあ、けど、滋賀県はやっぱり、その、結局、琵琶湖があるのは、やっぱ大きいよ。実際問題。その、レジャー的な意味でも、やっぱり琵琶湖は大きい。いや、あのね、やっぱりね、海ってやっぱいろいろ大変じゃないですか。やっぱりね、湖で遊べるメリットってやっぱ大きいと思う。シンプルに場所による、場所による、いや、場所による、場所による、北の方とか綺麗な場所もある。ちゃんと綺麗なとこもあるから。岩国かかったな。山梨が一番なんもないぞ。山梨出身。湖で何するの？湖で普通に海みたいな遊ぶんよ。あとはバーベキューしたいとかね。東京スカイツリーで滋賀琵琶湖。ブラックバス釣りのイメージ。そう、バス釣りも楽しいし、やっぱ滋賀のね、レジャー施設はで、ね、いいですよ。だからもう、要は琵琶湖って滋賀のラウンドワンみたいなもんよ、あれは。まあ、ただ一つ、まあ、これだけは言えるなっていうことに関して言うと、その確かに琵琶湖はすごい重要やし、滋賀県の魅力ではあるけど、別に滋賀県の人が琵琶湖作ったんじゃなくて、琵琶湖のところにただ滋賀県民が住んだだけっていうところはある。それはちょっと昔から思ってた。別に俺らはだから琵琶湖は崇拝してるけど、別に滋賀県の人を崇拝してるわけじゃない。君らそこ住んでるだけですよねって。例えばね、京都やったら、その京都のいいところって文化財なんですよ、全部やっぱり。例えば清水寺とか、そういういろんなやつがあるんです。で、それはさ、京都の人が今までこういろんな歴史で作り上げてきたものじゃないですか。けどね、滋賀県の琵琶湖はね、別に最初からあったんですよ、ただ単にそこに。ただそこにあっただけなんですよ。もう初期装備なんですよ、ただの。あっただけ、そこに。そういう意味で言うと、まあ、別に滋賀県がすごいんじゃないんよけどなとは思うこともあるけどね。負けたけど。これは炎上ですわ。これ以上ダメだ。誰か配信止めろ。独語のくせに、この世から戦争がなくならない理由がわかる配信。ただね、これだけは言いたいけど、っていうくだりを、まあ、京都の人たちであったり、関西の人たちっていろいろ考えてたんですよ。で、その、京都と滋賀の争いを、大阪の人はだいぶ上から目線で、見下してるんですよ。大阪の人はそれをだいぶ上から目線で見下してて、で、その大阪の人たちを神戸の人たちはさらに上から目線で見下してるんですよ。
京都の人たちは、あの、大阪は、品がないし、神戸の人は、お金持ちぶってでダサいって言ってるんですよ。なんや、文句あるか。そんなの、京都なんかボロいな。これが近畿のこれがこういうのがバーって。これでもみんな戦って、もうボクシングしてたんですけど、東京に引っ越してきて思うのは、なんか、全部東京の介護官やなって。関西の紛争こじれてんな。近畿全部で上がる経済効果にも東京1個のが大きいんですよ。彼らなんかいろいろ言ってるけど、それはそう。滋賀県民に謝れ。イエーイ、青森県見てる。山科の人は肩身狭く生きてるって聞いた。山科はね、肩身狭く生きてないよ。うん、山科の人は肩身狭くなんて言う発想ないから。仲間でしょ。うん、あなたたちなんか分からんけど、あそこ世界の中心やと思ってるから。もう俺のだって中学校の時の友達とか今マジでほんまにあれはもう地元ラブっていうインスタ上げてもほんまに、うん、あのインターネットでしか見たことないやろ、地元ラブっていう言葉。あれガチで上がってるからな。山科は京都だけど治安が悪いから京都でも嫌われている。そうやで、地元ラブは痛い。うん、いやだいぶ痛いよな。パスポートで入れるの。嫌いとかない今日。かたくなに兵庫市出身って言わないよな。あ、わかる。あれだ、神戸の人が兵庫市出身って言わずに神戸出身っていうのはあれじゃない？あの、愛知の人で名古屋の人がな、愛知県出身ですって言わずに名古屋市出身ですって言うのと一緒のパターンやね。地元ラブな奴が一番地元腐らせてる。横浜もそうだよね。横浜民も絶対神奈川出身って言わない。あー、わかるわ。横浜とかね、旧生まれだよ俺たち。いや、わかる。神奈川の横浜言うよな。神戸って何県？神戸は天ヶ崎。聞いてもないのに。山科もそうだよね。横浜も横浜やろな。山科はそうじゃないな。山科の人たちは全然平気な顔して京都出身っていう。平気な顔して京都出身っていうし、なんなら可能なら自分が山科出身ということは伏せるよ。それで言うと気持ち悪いやけど、別に自分が出身山科っていうのは恥ずかしいんじゃない？そこはそうなんやろ。やっぱり誰もこのクソゲーの話してなくてさ、妥協もマジめっちゃ俺の車世界一かっこいいって言ってさ、ボックス系の車、ボックス系の車めちゃくちゃ車高低くしてさ乗ってるけどさ、けどあいつらじゃあ目の前にフェラーリあってこれ乗っていいでって言ったら多分もう喜んでフェラーリ乗り換えるやろ。神奈川だけど、まあ、そういうことなの。田んぼの真ん中だった。北海道は旭川という最悪の地域を抱えてる。さ、ドキュンって単語なく www。 確かにドキュンってもう言わんのか。北関東三県民は地元に愛なんてないぞ。湘南でも横浜と、とりあえず滋賀県民バカ2000。あ、確かに滋賀県民バカにするのを始めるか。ちょっと話題なくなったけど、滋賀県民バカにして遊ぼうぜ。みんな暇やし、今から滋賀県民おもろいディスり方したやつ勝ちな。滋賀県民なので帰ります。おいおい、テク W、こういう時にサブスクが欲しい。滋賀とか名前高い。家が滋賀県民高い。滋賀とか名前ダサい。滋賀県民高い。滋賀名前ダサいかな。滋賀って近畿で一番いらないよな。まあ、近畿で一番雑魚県どこやったやったら、滋賀やったら奈良でしょみたいな顔するし、奈良やったら滋賀やろみたいな顔するけど、一番近畿でいらんのはほんま和歌山。実は、ほんま和歌山です。白浜温泉しかないです、あそこ。一番聞く言葉来た。和歌山ってどこ。忍びの滋賀は一生忍んでろ。滋賀の人のお土産ラックでがっかりする。キッズ WWW ラスクでがっかり。山は九州だろ確か。滋賀って京都の独特だろ。そうなんや。ラスク WWW ええやんけ。ラスクええやんけ。別にラスク何かわかんねん。ええやんけラスク。ラスク家でおしゃれぶってる件、それは喜んでやれ。大体ネタないけんラスク作るんよな。そうなんや。何でもないけんラスク作りがちなんや。琵琶湖が本体、はい炎上。てかあれさ、琵琶湖ってさ、滋賀県の何割ぐらいな、あれ何パーセントぐらい、 30% ぐらいな、あれやっぱり滋賀県の国土の何パーセントぐらいが琵琶湖で占められるの、あそこって。10割って聞いたけど、10割、水中進んでるやん。50% なんや。あ、それエグいな。いや、まあ水中都市ってやろ。なあれやろ、要は知名度は10割。知名度は10割だ、確かに。やばい、なんか分からんけど、俺の配信でかくなんか差別助長してる、もしかして。滋賀県はアトランティスなのか。いや、アトランティスみたいなのが滋賀県。